はい、どうもやってまいりました。七類港、七類港でいいんでしょ、七類港というところに着きました。そして目の前にダダーンとあるのが結構でっかい船だね、フェリー沖ということで、やりました。これに乗って沖ノ島に行けることと思います。で、これからですね、乗船手続きをしにゃいかんということで、チケットを買ってきたいんです。買ってきたいんです、チケットチケット買ってきたいんです。おじちゃん、チケットチケット買ってこいよ、チケットなんでなんだよそこよ、そこほら買えるから、そこで、そこで買えるから、チケット買ってきて、買って、ほんと買ってきてよ、こっちよ、大富士山自腹で買ってきて、自腹で、早く行けよ請求はの若さんの方へ請求しておいてください。ということで今おじちゃんが、チケットを買いに行きました。ひどか男やね、女性にチケット買いに行けよとか言って、結構でっかい船だよ。でもう向こうでレンタカーの予約済みだし、今日土曜日なんだね、土曜日だから、あの結構沖の方へ渡る人が多いなというような感じでございます。いやー、これからね、何時間、3時間ぐらいかな、この船に乗ってそちらへ向かうこととなります。いやー、でかいねこれ、やった。で、ほら空見て、空晴れてきたよー、晴れてきた。これでね、もうバッチリですよ、今日の夕方は。これおじちゃん、そのまま帰ったとかいうオチないよね。そのまま帰りましたとかいう、9時出発ということで、あれ帰ってこないんだか。さあやりました、沖ノ島までの、チケット、片道が2920円。でこれからこのね、フェリー沖というのに乗って、行ってみたいと思います。あの2階のタラップからタラ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 と行くみたいなので、これから乗り込みます。じゃあおふじちゃん行ってくるね、行ってらっしゃいませ。だから帰りまた迎えに来てね。これは爆笑できますよ。いや、ちゃんと帰り迎えに来てよ、待ってるからね。じゃあね、バイバイ。じゃあとりあえず行くべ。バイバイ。船で行け。さあ、お、飛行機のタラップ見て。タラップ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 。さあ、いよいよフェリーに乗船です。とりあえず寝床を確保し、外に出てみましょう。よっしゃ、出たぜ。今回は地元のリスナーさんの自宅にキャンピングカーを置かせていただき、沖ノ島でレンタカーを借りて島内を回る予定です。島に渡る目的は、海から突き出た岩と夕日が重なる瞬間、まるでろうそくに火が灯ったかのように見えるろうそく岩を実際に見ること。来たぜ、一番後ろのところへ来たぜ。島根県が当たった時は必ず行こうと思っていた場所なので、とても楽しみ。昨日の大雨とは違い、すっごく天気もいいので見れることを期待しているのですが、本日予約取れましたが、船長が波の様子を見に行って状況が悪いと出ない可能性があるとのことです。いや、穏やかでしょう、今日は。もうほら、ここの波はめっちゃ穏やかだよ。まあ、多分出ると思うんだよね。まあ、大丈夫でしょう、おそらく。低気圧来てるから行けるといいな。大丈夫だよ、見てこの天気、ほら。いや、気持ちいいね。海がほらエメラルドグリーンでちょっと綺麗だよ。あ、もう出発じゃね。向こうには多分お富士いると思うんだけど。
まあ、紙テープ用意しなきゃいけないな、紙テープ。今ね、沖ノ島行く、これからろうそく岩見に。で、今ほら、リスナーさんがいっぱいお見送りに。みんな、行ってくるね。バイバイ。行ってくるね。行ってくるね。あ、こんなたくさんの方々にお見送りいただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。これから沖ノ島行ってきます。本当、ありがとうございます。皆さん、テープが、テープが、テープが。紙テープいっぱいでございます。いやーすごいね、秋葉さん行ってらっしゃいってプラカード持ってる人もいますね。横断幕で秋葉さん行ってらっしゃいって、多分沖ノ島でもですね、横断幕でようこそ沖ノ島へっていう、リスナーさんがいっぱいいっぱいいっぱいいると思います。やりましたやりました。いやーみんな本当にありがとうね。こんなにたくさん船に乗船してる人よりも多い人数の皆様にお見送りいただきまして本当にありがとうございます。時間はね2時間半ぐらいだそうです、船で。やったよ。いや本当にねありがたいですね、こんなたくさんの方々に見送られながら。全然無口なおっさんじゃねえって。いや無口でしょ。まだ今日ね、配信始まって45分、まだ一言も喋っておりません。そんな僕がたくさんの方々に見送られながら沖ノ島へ行ってろうそく岩配信をしに行こうと。お、もう出るんじゃないかい。お、エンジン音が変わった。エンジン音がもうロープ取れてるんじゃね。あのタラップが、タラップ下がった。さあ行きましょう。出発します、出発します、乗り遅れにはご注意ください。ほら船だってね、こうやって時間になればちゃんと出発するわけでしょう。だからそこに乗り遅れたら当然ね、置いてかれてもしょうがないわけでしょう。だからトミちゃんはしょうがないんだよ、置いてかれちゃうのはしょうがないんだよ。船長さんに何かあったら秋葉さん運転手で、そうでしょ。僕ほら船舶免許持ってるから水上バイクの船舶免許持ってるから大丈夫だよ。お、離れてた離れてた離れてた、動いた動いた動いたよ。横に動いてる。お、うずうずしてる、うずうずしてる。翔ちゃん、おはよう。これから沖ノ島行くよ、翔ちゃん。行っちゃうよ。うわ、すげえ、渦巻いてる、渦巻いてる。ちょっと、あ、みんな、リスナーさんありがとう。みんな、お見送りありがとう。ねえ、たくさんの方々に見送られながら、これから沖ノ島の方へ向かってみたいと思います。いや、落ちるから、落ちるから、危ないから、そんな押さないでね。行ってらっしゃいというでっかい横断幕、見えますでしょうか。やりました。つかお富士どこにいんだよ。たった一人しかいないお見送りのお富士どこにいんだよ。あ、いたいたいた、あそこにいた。どこにと、お富士いた、お富士。お、今ここも動き出した。バイバイお富士ちゃん、バイバイ、また明日待ってるね、迎えに来てね、バイバイ。沖汽船のフェリーで約2時間半の船旅です。朝出港するまではとても天気は良かったのですが、沖ノ島に向かうに従って雲行きが怪しくなってきた感じが。夕方のろうそく岩、大丈夫かな。そんな中、順調に船は目的地に向かって進んでいきます。今回どうしても行ってみたかった沖ノ島は、昔テレビで見てとても印象に残ったのですが、夕日と重なり合った岩が本当に美しく、自然が作り出す神秘的なろうそくを実際に見てみたくて仕方がなかったのです。それとともに島民の方々がどのように暮らし、どのような思いで島を守り続けているのか、ほんの少しの滞在ですが感じてみたい
この47都道府県キャンピングカー旅の良さは、いろいろな場所のそれぞれの習慣や文化の違いを感じ、それを見てくださる皆様と少しでも共有できればいいかなというふうに思っています。日本全国あちこち旅をしてきて思うことは、旅を楽しむ秘訣はいいとこ探し。いろいろな場所の習慣の違いや文化を理解し受け入れていくことで、見えてくる新たなる考え方、思いがとても新鮮で、そこから学ぶことも多く、きっと今後の人生に少なからず影響してくるんだと感じています。否定や荒探しから入るんではなく、いいところを探す目を養っていった方が、人生そのものが楽しくなってくるんではないんでしょうか。沖ノ島では一体どんな発見が待っているんでしょう。とても楽しみです。さあちょっと仮眠して体力を回復しておこうと。さあ鉄眼でございます。ほら見て、みんな見える？ようこそ秋葉神様っていう横断幕見える？誰でしょう。ぐしゃ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 、到着でございます。さあ降りてですね、リムジンをリムジンに乗り越えますか。僕の今日のリムジンに。じゃあはい、上陸でございます。沖ノ島上陸でございます。今出てまいりました。そこ沖レンタリース、沖レンタリースでいいのかな。目の前出てちょこちょこっと歩けば行けるんでしょ。ちょこちょこっと歩けば。沖ドライブレンタカー、あいて、信号左まっすぐ、あったたたた、レンタカーだ。え、11時半からだから走って、やべやべ、ここでしょ。あったたたた、沖ドライブレンタカー。これ免許証あった、免許証あった、免許証ここでいいっしょ。神社行って、あとは五感温泉行って、はい、あとはろうそくの遊覧船というのになります。はい、わ、はい、かりました、はい、ありがとうございます。で鍵は付いてますので、こちらになります。あ、これで、はい、了解です。ベンツ来た、ベンツ、僕のベンツ、僕のベンツ、すごいだろう。足届くかな、足届くかな、ペダルに。とりあえずちょっと出て、それであのカメラ仕掛けるか。ちょっととりあえず電気屋さん行くか。電気屋さん先にライト買っとかないと。